皆様こんにちは、みずきです。今日はですね、こちらの商品ベストブラスの、ウォームアップナノっていうんですけど、こちらちょっとちっちゃいんでこんなのです。こんな感じです。キーホルダーになってます。こちらちょっと買ってみたので、どんなものなのか、ご紹介をしたいと思います。まずじゃん、箱にですね使い方が書いてあります。まずはトランペットのマウスピースですね、こちらにこうはめ込んであげることで、ウォームアップにいいですよということなので、実際に吹いてみようと思います。外すとこんな感じですね。抵抗感がすごく少なくなります。ウォームアップにおすすめだそうですよ。次にですね、じゃん、こちらハーマじゃない、ワウワウミュートです。あんまり持ってる人とかはいないんですけど、こちらのこの穴の部分にですね、これ抜いた穴の部分にこんな感じに入れていただくと、練習用ミュートになりますよと書いてあるので、ちょっとこれやってみようと思います。感じですね。しっかり、消音がされております。ちなみに取るとこんな感じで、ちょっと音がちっちゃくなるかなって感じですね。普通の、よく出ている消音ミュート、これちょっと前の方なんですけど、私こんなの使ってるんですが、こういうのよりも抵抗感が少なくって、多分吹きやすいと思います。いつも吹いてるみたいな感じの感覚で吹けますので、とってもおすすめです。3000円ぐらいしてちょっと高いんですけど、キーホルダーとしてね、こう花ついてるんで、キーホルダーとして使ってもとっても可愛い商品です。ぜひ皆様気になった方は買ってみてください。